こんにちは。安川電機サーボ紹介動画へようこそ。本日のテーマはシグマ10予防保全機能のご紹介です。私は安川電機モーションコントロール事業部でモーションコントロールスクールを担当しています三つ星と申します。よろしくお願いします。まず今回のテーマの背景と内容を簡単に説明します。サーボドライブのセンシング機能の高度化によってサーボ自身の予防保全から機械駆動系の予知保全へとその役割が進化しています。このような状況でシグマ10は業界最高のモーション性能に加えデータの収集可視化そして分析の機能を強化しました。これにより振動外乱などのデータからその傾向を捉え不良品の流出や突発的な停止故障の発生を未然に防ぐデジタルデータソリューションを提供します。ここでは一部実演を交えその概要を紹介します。内容は以下の通りです。1、予防保全とは。2、シグマ10の予防保全機能。3、稼働状態モニター。4、余裕度モニター。5、加速度センサモニターとなります。まず保全という言葉の定義ですが、JIS によれば機械システムを使用及び運転可能状態に維持しまたは故障、欠陥などを回復するための全ての処置及び活動となっており、大きくは予防保全と事後保全に分けられます。予防保全は計画に従って保全活動を実施する時間計画保全と状態監視に基づく状態監視保全に分けられます。時間計画保全は計画的な活動なので効率的ですが突発的な状態の変化には対応しづらく、また必要以上の保全措置が取られる可能性があります。一方、状態監視保全は対象となる設備の観測データに基づいて対応する予知的な保全になります。次にサーボドライブシグマ10で強化された保全機能について紹介します。工場の機械装置等の安定稼働、製品の安定センサーのためには突発的な停止や故障の防止が重要になります。このため弊社では従来からサーボドライブの各種状態量のモニター機能を拡張してきました。そしてシグマ10ではシグマ7で搭載の温度センサーに加え新たに加速度センサーを搭載するなど状態監視の範囲を広げています。また弊社のセンサーネットワークシグマリンク2を使って外部センサーデータを直接サーバックに取り込むことでモーション制御と同期したセンサーデータにより装置の状態をより細かく分析できます。さらにこれらデータをもとに機械や装置のいつもと違う状態を見える化した異常検知機能をサーバックに内蔵し突発的な停止や故障の発生防止を図ります。続いて予防保全機能のいくつかを紹介します。最初に稼働状態モニターです。まず環境モニターで設置環境の数値が 100% を超える場合は負荷を下げる、周囲温度を下げる必要があります。次にオーバーヒート余裕度で、サーボパックはサーボパック内部温度上昇が検出されるまでの余裕度、サーボモーターのオーバーヒート余裕度はエンコードオーバーヒートが検出されるまでの余裕度を温度で示しています。そしてサーボパックの寿命モニターではサーボパックの未使用状態を 100% として、機械の電源投入時間、電源投入回数やサーボオフ回数に応じてパーセントが減少し 0% になるときを交換時期の目安として示します。またモーターのメンテナンス予測モニターでは未使用状態を 100% としてモーターの総回転量に応じてパーセンテージが減少し 0% になるときを交換時期の目安として示します。ではシグマウィンプラスで稼働状態モニターを見てみましょう。まずメニュー画面から寿命モニターを選びます。このような画面になります。こちら側がサーバーパック、こちら側がサーバーモーター、ここが環境モニター、環境モニターで、下の方に寿命モニター、メンテナンス予測モニターがあります。環境モニターでは設置環境、これは外部の温度に関係しているものです。オーバーヒート余裕度、これはサーバーパックではサーバーパック内部の温度上昇、サーバーモーターの方ではエンコーダーのオーバーヒートに関する情報になっております。そしてここにモーター総回転量があります。この総回転によりまして下の方のベアリングオイルシールの寿命の予測につながります。ではちょっとモーターを回してみます。
こちらのモーターを回します。モーター総回転量は100回転ごとにカウントアップしていきます。このようになります。次は余裕でモニターです。使用限界ギリギリで使っている装置でサーボの突発的な停止を防ぎたい、あるいは逆に使用限界ギリギリで使いたいという場合もあるかもしれません。このような場合に余裕でモニターが効果を発揮します。カフカ、回生カフカなどの余裕度を上位装置で監視し、アラームが発生する前に運転負荷を軽減するなどの措置を取ることができます。では実際の画面を見てみましょう。メニュー画面からモニターになります。で、今累積負荷率と過負荷余裕度を上げています。ここである速度パターンでモーターを動かします。プログラム上運転というものを使います。で、このような条件になっています。移動速度は3000回転、加減速は15ミリ、待ち時間が100ミリセックになっております。では回してみます。今、累積負荷率が63、過負荷余裕度は 100% ですね。73に上がりました。余裕度は 100%。ここでちょっと負荷を上げてみます。待ち時間を10分の1にします。10ミリセック。累積負荷率は 124%、 負荷余裕度も 100% を切っています。負荷率は 124%。 今これラーニングが出ています。過負荷ということですね。はい、整います。これが余裕度モニターになります。最後に加速度センサーモニターです。シグマ10サーボモーターには加速度センサーが搭載されているため、外部センサーなしで装置内のモーターが受ける振動や衝撃をモニターすることができます。これにより運転中の装置の振動状況やモーターにかかる振動衝撃が許容範囲内かどうかを直接観測できます。結果として振動衝撃によるモーター故障が発生する前に適切なメンテナンスを行うことができるので、生産ラインの安定稼働につながります。では実際にモーターに衝撃を与えて加速度センサーでモニターしてみましょう。ここではこのようにモーターにボールネジを接続し、この部分に衝撃を加えてみます。まずシグマウィンでトレース波形の設定を行います。こちらがアナログトレースで、まずフィードバック速度で、下の3つにそれぞれ加速度モニターの信号を入れます。まずは X 方向、次 Y 方向、で Z 方向ですね。はい、はい、これで動かしています。はい、ちょっとずらします。見やすいようにずらします。
上から X、Y、Z です。ちょっと振幅を見てみます。カーソルで。まず、X 方向ですね。ピークトゥーピークで、ほぼ180ぐらいですね。で、一つ 0.0625G ですので、10G ですね。で、Y 方向も見てみますか。ほぼ同じぐらいかと思います。まあ、若干低くて 8G ぐらいになっています。で、このモーターの対衝撃ですが、ここにあります 490mps 以上、およそ 50G になっています。ですので、全く許容範囲に収まっています。これで本編の説明を終わります。最後にご案内とご紹介がございます。まずご案内です。弊社では埼玉、愛知、大阪、福岡の4カ所でモーションコントロールスクールを開催しています。サーボ、インバーター、コントローラーについて機材を使いながら対面での実施ですので、疑問点はその場で解消できます。特にインバーターを使用した機械設備の設計保守などを担当される方、サーボを使用した機械システムの設計保守などを担当される方、 MP3000 シリーズを使用した機械システムの設計などをされる方にお勧めいたします。次に、当社の製品技術情報サイトの e メカサイトをご紹介します。 e メカサイトは製品やソリューション例をご紹介するユーザー様向けの技術情報サイトです。無償登録により、カタログ、マニュアル、製品外形図、ツールなどのダウンロード、スクールのお申し込みなどができます。また、サーボ、インバータ、コントローラーの e ラーニングもご利用になります。ぜひご活用ください。これをもちまして、今回のサーボ紹介動画は終了いたします。ご視聴ありがとうございました。